アレクサンダー・レースは、アメリカ合衆国ニュージャージー州ユニオン軍、エリザベス出身のプロ野球選手、MLB のセントルイス・カージナルス所属、ウトウミギウチ。高校時代の途中まで、アメリカ合衆国で暮らしていたが、2011年12月に、ドミニカ共和国へ移住。2012年にセントルイス・カージナルスと契約して、プロ入り。2013年に、 参加のアパラチアンリーグのルーキー級、ジョンソンシティカージナルスでプロデビュー。12試合に先発登板して6勝4敗、防御率3.39、68奪三振を記録した。2014年は A 級ピオリアチーフスでプレーし、21試合に先発登板して7勝7敗、防御率3.68、137奪三振を記録した。 2015年はシーズン前にベースボールアメリカからカージナルスの組織内のベストプロスペクトに選ばれている。シーズンではルーキー級ガルフコーストリーグカージナルス、A 級パームビーチカージナルス、A 級スプリングフィールドカージナルスでプレイし、3球団合計で22試合に先発登板して5勝7敗、防御率2.49、151奪三振を記録した。 7月には、オールスターフューチャーズゲームに選出されている。オフには、アリゾナフォールリーグに参加し、サプライズサグアロスに所属した。オフの11月9日に、マリファナ仕様が発覚し、50試合の出場停止処分を受けた。2016年はシーズン前に、ベースボールアメリカから2年連続で、カージナルスの組織内のベストプロスペクトに選ばれている。シーズンでは、 前年の出場停止処分が開幕から適用されたため、初登板は5月下旬となった。トリプル A 級メンフィスレッドバーズでは14試合に先発登板して2勝3敗、防御率4.96、93奪三振を記録した。7月にはオールスターフューチャーズゲームに2年連続で選出。8月9日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、 同日の新シ,シナティレッズ戦でメジャーデビュー。8月13日のシカゴカブス戦で初勝利、19日のフィラデルフィアフィリーズ戦では初セーブを挙げた。この年メジャーでは12試合に登板して4勝1敗、防御率1.57、52奪三振を記録した。2017年はシーズン開幕前に MLB.com が発表したプロスペクトランキングでは6位だった。 2月8日に指名投手枠で第4回 WBC のドミニカ共和国代表に選出された。だが、2月15日にトミー・ジョン手術を受けることが発表され、シーズン前休となる見込み。また、前述のドミニカ共和国代表も辞退することになった。2018年5月9日にマイナーリーグで実戦復帰し、4試合で無失点と順調だったが、 5月30日のメジャー復帰戦で4回無失点のところで後輩筋に違和感を訴えて降板した。検査の結果、後輩筋右側に結合する人体の損傷が判明し、6月6日に手術を受けてシーズン終了となった。2021年は抑えに抜擢された。7月4日に自身初となるオールスターゲームに選出された。7月13日に開催された オールスターゲームでは8回表1死に8番手として登板し、オールスターゲーム初出場を果たした。レーズの上位ウェンドルにアンダを記録されたが、無失点に抑えた。7月18日の試合で、セーブ失敗なしでの通算セーブ数が24となり、ラトロイ・ホーキンスの持つ MLB 記録を更新した。最速101.4マイルパワー。 平均96.5マイルパワーの速球を武器とするパワーピッチャーで平均88マイルパワーのチェンジアップ、平均80マイルパワーのカーブも高評価を受けている。ありがとうございます。